ヤフーニュースね、1回だけね、内容は言わないけど、2年で2億5000万稼ぎました。最高月収4500万、初月が300万、400万の話ね。それをやることになって、それもね、金がないとダメなんですよ。広告もそうでしょ。面接してどうだから、それやることになったから、他のこと、しょうもないことせんでええようになった。それがね、西ロハ島で、俺7万8000ぐらい入るんですよ。6000か。ぐらい入ってくるんですよ、年金が。7万6000としちゃってね。9000の。そしたら、それね、2万つくっても5万で、5、6、30万でしょ。30万あったらそこそこできるからね、初夏に溢れるとか、しょうもないもん、せんべいことなんだ。そっちの方に行く。だから、そういう話でした。内容は言わない。ヤフーニュース1回だけ。すごいな。それを見ました。今日はないんだけどね。タクボ君すごいな。毎日見てんですわ。365日。ほんで、俺テレビ見んからね。漫画も見んし。AB 型。四国の豪族のうちの一服するわ。うちの本庄家出身。以上。